どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回は椎茸占いの蜜と毒を喋りたいと思います。妻が持ってる本をね、勝手に読んで、それをあげちゃうという、スタイルでやっておりますけれども、蜜と毒というのはですね、簡単に言っちゃうと蜜が、長所、毒が、短所、その各星座、それぞれあります。それを、語っていこうかなと思うわけなんですけれども、今回は天秤座いきたいと思います。早速蜜から、あなたはこんな人ですの項目でも触れたように、あ、その前に書いてあったんですね。前もって予習してるわけじゃないんですよ。そのまま読みますね。あなたはこんな人ですの項目でも触れたように、天秤座の人はセンスで生きていける力がすごく優れています。だからこそあなたはなるべく自分の好きなように生きていきたいという個人主義的な願望があるのです。あなたの目から見る世界って、なぜみんなは誰がどうしているかなんかを気にするのかな、もっと自分の好きにやったらいいのにと疑問に思ってしまうの。それぐらいあなたは自分のスタイルという武器を自然と身につけている人です。また要点をつかむのがうまく、他人からは全方位的に一生懸命やっていると見られたりもするのですが、意外と手を抜くこともしています。小学校のクラスに一人はいた頭のいい子供みたいに、この先生の話を最初から最後まで聞くのはかなりエネルギーを使うから、後で要点だけ掴んでおけばいいや、などと自ら物事のポイントを判断して、大事なところだけ押さえる癖があります。すごいね。好きなことや自分がやると決めたことはとことんやるけど、どうでもいいことは本当にどうでもいい。この姿勢を貫くため、自分のセンスに合うかどうかと要点をまとめて理解する力を磨き続けてきたのです。天秤座、すごいね。友達で、だいぶ仲いい友達でね、いるんですけど、結構当たってるかもしれない。自分のスタイルというね、ものを持っている。でもね、すごい周りにもね、気遣ってるのかな。周りのこともすごいね、なんか、知ってるっていうか、気にしてくれてるっていうか、そういうとこもあるからね、こう、やっぱ全員方位的に一生懸命やってるっていうイメージがね、すごい強い天秤座の友達いるんですけど。続いて毒いきたいと思います。天秤座の人が持つ毒は、共感する、共感されるのが面倒くさいというところにあります。あなたは他人は他人、自分は自分と区切りすぎることがあって、あの人どう思うと聞かれても何とも思わない、イコールどうでもいいという感想しか出てこなかったりするのです。自分のペースを保つのは素晴らしいことですが、たまには他人のために自分の時間を7割以上差し出すことをしてみてください。人と共感し合うという感覚が復活していくから。また、あなたは機動力の人です。好調な時は、ああ、私、いろいろ忙しいけど自由に動けているな、と実感している時。夜何時までにこの仕事を終わらせて、その後は〇〇さんの誕生日のお祝いに、そのついでに新作のバッグをチェックしてみようなどと忙しく颯爽と動いていけると調子がいいのです。反対に活動の歯車がうまく回らなくなってスムーズに動けない状況が続くと不調になっていきます。そうなると根本的なところから悩み出してしまうのが天秤座です。成熟した天秤座は一人で悩みすぎると身動きが取れなくなると知っているから、たまには他人に自分の時間を差し出すことをするのです。共感する、共感されるのがめんどくさい。確かにな、共感は求めないかもな、あんまり。会話の中でも共感をどうっていうよりも、自分はこう思う。で、相手が相手でこう思うってことを否定しない。かといって、めっちゃ、共感するわけでもない。肯定はしてくれるっていうか、あなたはそうだよね。だから自分は自分、他人は他人なんだよね。天秤座。全員というわけじゃないとは思うけど。というわけで、どうでしょうか、天秤座の方々、聞いてましたか？今回はね、天秤座だけの話になっておりますが、他にも全星座やりますから、気になる星座があれば聞いてみてください。ちなみに僕は牡羊座です。というわけで、虹色音声この辺で終わりたいと思います。さよなら。